水族館ガールは、君や城太郎の日本の青春、恋愛小説シリーズ。第一作、アクアリウムにようこそ、が2011年3月に、実業の日本車より観光、水族館ガールと解題し2014年6月に、実業の日本車文庫より文庫化された後、同文庫よりシリーズ化された。期間7巻。 市役所勤務から水族館イルカカへの出向を命じられた OL が女子飼育員として失敗や挫折を繰り返しつつ動物たちと格闘する姿を描いた青春お仕事のベル。ジュニア版が実業の日本社ジュニア文庫より2016年6月に刊行されている。期間2巻。2016年6月17日から NHK 総合ドラマ12手松岡まひ 桐谷健太ダブル主演でテレビドラマ化された。役所で働くユカは突然水族館への出向を言い渡される。その先で出会ったのは意地悪で毒舌だけれど動物には優しい家事情形だった。第1巻の内容が2020年8月5日より AUDIOBOOK.jp でデータ配信でオーディオブック化されている。 朗読は、大関絵里が担当した。君や上太郎原作、天智青い作画により、2016年5月28日に、デュエルコミックスより刊行された。2016年6月17日から9月2日まで、NHK 総合、ドラマ10にて放送された。全7話、松岡真宙、桐谷健太ダブル主演作品。松岡真宙は、 本作が NHK の連続ドラマ初主演となる第54回ギャラクシー賞奨励賞を受賞。主要人物その他ゲスト当初は7月29日までで最終回とする予定だったが、下記の事情により放送が延期、休止された。CD アクアリウムにようこそに関するカテゴリー。ありがとうございます。